なんだか疲れたみたい。少し休もうかしら。カサネは眠ったの？ああ、よっぽど疲れたんだろうな。まあ当然か。初日は誰でも緊張するってのに、いろいろあったからな。そうね。それにしっかりしているようで、不器用なところがあるから。ところで瀬戸、あなた、カサネのことを随分気にかけてくれているみたいね。ああ、悪いな。強化のところの新人なのに、どうにもほっとけなくてな。俺が最初に受け持った新人に似てるんだよ。あいつも不器用なやつだった。聞いたことがあるわ。その子も重大会議に。ああ、守れなかった。カサネを見てると、ついそのことを思い出しちまってな。でも、ちょっと深入りしすぎたかもしれんな。これからは気をつける。俺はそろそろカゲロウを連れて周防に戻るよ。強化たちはどうするんだ？私はナオミと一緒に、カサネが目を覚ますのを待つわ。そうだ、セト。シデンも連れて行ってあげて。あの子もあなたに憧れてるから、一緒に帰れればきっと喜ぶわ。了解だ。瀬戸はモテモテね。羨ましいわ。海抜群一の美女にそう言われるとは光栄だよ。それじゃあ、また周防でな。レッドストリングスから手を離さないで。またあの夢。あら、目が覚めたのね。ちょうどよかったわ。そろそろ周防に戻らなきゃと思っていたのよ。あ、いけない。瀬戸さんは？瀬戸なら先に周防へ帰ったわ。そうですか。あ、カサネちゃん、今、ナギさんから連絡があって、この後、瀬戸隊と強化隊で合同自主練やるんですって。一緒に参加しない？あら、いいわね。そうなさいな。ええ。お姉ちゃんが参加するなら、私も行くわ。自主練ってことは、海抜群本部の中の訓練所よね。それじゃあ、周防までは一緒に行きましょう。それじゃあ、二人とも。訓練頑張ってね。あ、ユイトさん。お、これで全員揃ったな。スリーマンセルの模擬戦やるぞ。ルールは簡単。フィールドに一つだけ設置されたフラッグを手に入れて、ゴールしたチームが優勝。優勝チームには、俺様がポケットマネーで用意した豪華な商品が待ってるぜ！おお、やったぜ！半分けはどうする？カゲロウ発案つぐみちゃん作成のくじ引きで決めようぜ。同じ色のこよりを引いたやつが同じ班な。さっさと選ぶぞ。班分け決定。二人ともよろしく。お姉ちゃんと別の班か。やったー。ナギ、ゲンマ、ナオミに傷一つでもつけたら承知しないわよ。おう、心配するな。俺の超能力は防御に特化している。つぐみちゃん、お互い頑張ろうぜ。うん、カサネ、よろしくね。あなた確か発火能力者だったわね。期待しているわ。よろしく。つぐみも一緒よね。つぐみのことは知ってる？投資能力者なの。大体知っているわ。それじゃ
始めるわよ。班長は私で構わないわね。え？別に構わない。ああ、まあつぐみがいいならいいけど。それじゃあつぐみ、あなたの投資でゴール付近の死角になる場所を探して。え？どういうこと？勝利条件はフラッグを入手してゴールすること。下手に探し回るよりフラッグを手に入れた班を待ち伏せして奪い取る方が楽だと思って。え？まあそういう作戦もありだとは思うけど、でもそれじゃ訓練って感じじゃ。資格を見つけた。1データを送る。上出来よ。行きましょう。OK、ここで待機するわ。つぐみ、フラッグを持った敵が射程に入ったら知らせて。了解。ねえカサネ、ユイトと一緒に龍神区の怪異と戦ったって本当？ユイト？ユイトスメラギのことなら本当だけど。どうしてそんなことになったの？どうしてって、ユイトとナギが怪異に殺されかけてたのを助けただけよ。それより花火、あなたユイトと仲がいいの？え、あ、なんていうか幼馴染で。そう、ならユイトのことは詳しいわね。彼どういう人間？信頼できるの？それはもちろん、親切だし優しいし、それにバッキーちゃんグッズを集めたりする可愛いとこが。って、ねえ、なんでそんなこと聞くの？もしかして重ね。来た、ユイト、シデン、カゲロウ班。ナオミの班じゃない。あいつらまさかお姉ちゃんを。もしお姉ちゃんが怪我してたら、ゲンマもナギもユイトたちも潰すわ。大丈夫だよ、ナオミも強いんだし。どうするの？今なら私の銃で先制攻撃ができそうだけど。いえ、括弧撃破しましょう。主導権を与えず仕留めるわよ。わー、よりによってユイトに負けた。入隊したばかりとは思えないな。大した腕前だ。やっぱりユイトさんはすごいな。くっ、相手を舐めすぎたか。へえ、噂通りだな、カサネ・ランドールの実力は。カサネ、さすがだね。いえ、今回はつぐみと花火の力が大きいわ。あなたの班は仲間との連携に問題があっただけで、やっぱりあなたの力自体は評価できると思う。ありがとう、カサネ。別に褒めてはいないけれど。そう？ユイトって変よね。私、何か面白いことを言った？ご観覧中悪いけど、これ商品な。お疲れさん。ユイト、どうかした？ああ、いや、珍しく親父からメッセージが来たんだ。そう。それじゃあ解散しますか。みんな参加してくれてありがとな。カゲロウ、珍しい。お、何が？カゲロウ、訓練嫌いでしょ？せっかく新人が来たんだから、かっこいいところ見せたかったんだよ。今年はまた一段と可愛い女の子が多いからな。クジもズルしてた。新人くんと組んで腕前を見てみたかったんだって。あ、
平岡隊長、全員合流しました。ありがとう、はるか。さて、はるかから聞いていると思うけど、この配置化軌道に怪異が大発生しているらしいわ。断絶の帯がかなり低空まで下がっているせいで、空調から地下にまで入り込んでいるそうよ。今さら説明するまでもないでしょうけれど、新人のために断絶の帯について確認しましょうか。ナオミ、断絶の帯について知っていることを話して。断絶の春によって発生したと思われる異常現象です。地球の成層圏付近に滞留し、地球全体を覆っています。怪異は断絶の帯で誕生し、地表に降りてくることが観測されていますが、詳細は不明です。その通りよ。だから断絶の帯が濃い場所には絶対に近寄らないでね。どこから怪異が現れてもおかしくないから、とても危険よ。それと断絶の帯には通信機能を遮断してしまう性質があるの。もしそうなったら、はるかのテレパシーだけが頼りよ。通信装置を使わないテレパシーだと、私が一方的に話しかけるしかできないの。通信装置の機能が維持されるように祈ってて。それと私は中隊全体の指揮を取る必要があるから、ゲンマに臨時小隊長を命じます。どうしてゲンマなんですか？シーデン、不服があるならこの作戦の後で話し合いましょう。ゲンマ、頼むわね。了解だ。今作戦は第1連隊、第7および第8中隊、第2連隊、第1および第2中隊の合同作戦となります。ここ最近ではかなりの大規模編成よ。勝手な行動は慎むように。強化小隊はこれより前線を維持しつつポイントアルファへ向かう。俺と試練重ねて砂州をつなぐ。ナオミには最後尾からの援護を任せる。行くぞ。了解。はい、重ね、止まれ。強化小隊、ポイントアルファに到着。瀬戸小隊が2分遅れで向かっています。合流後、合図とともに上空に回避。避け。何？聞こえない。見えた。20秒後に上から来るわ。避けて。未来予知か。3階だ。断絶の帯の通信障害か。通信が完全に遮断されるのは珍しいな。ナミ、瀬戸小隊の元へ向かい救援を要請してくれ。残りは怪異討伐に当たるぞ。他の部隊はどうしたのかしら。確かここには40名以上派遣されていたはずだが、このポイントアルファ周囲を視認した限りでは他の隊員は見当たらないな。怪異にやられたのでなければいいが。強化小隊、散開しろ。上から来るぞ。ありがとう。他のみんなは？ゲンマ・ギャリソンとツグミ・ナザール、無事だ。近くにあと二人いる。ユイト、生きてるか？ナギ、今どこにいる？瓦礫越しの隣だよ。ナオミちゃんと一緒。今 GPS を再起動する。うわあ！ナギ、どうした？怪
リーがあちこちから攻めてきて、ナギさんが、お姉ちゃん、まずい、怪異の数が多い、急がないと。俺が瓦礫をどかす。数が多すぎる。俺も手伝う。お姉ちゃん、ナミ、お姉ちゃん大丈夫？大丈夫、ちょっと足を痛めたくらい。あいつ殺すわ。おい、頭冷やせよ、重ね。あいつを潰せば勝手に冷える。そっち任せたわよ。ゲンマ、やっていいわよね？構わんが、ユイトの言う通り落ち着け。うるさい、やるわよ。お姉ちゃんは大丈夫、今そっちに。お姉ちゃん、お姉ちゃん危ない。ストリングスから手を離さないで。俺も戦います。能力か。しかしあのサイズを転送するなど、よほどの超能力者でないと。待って、ナオミをどこへ送ったの？おい、カサネ、待て。どこへ行く？作戦行動中に勝手な真似はするな。離して！抵抗しても無駄だ。貴様の力では俺には勝てん。こういう時、
すぐに冷静になれるのはさすがだな。なぜ邪魔をするの？貴様のためだ。そしてナオミのためでもある。姉がどうなったか知っているのね。怪異化した。もはや元に戻すことはかなわん。今のままではな。あなた何を知っているの？俺が知っているのは、ナオミを人間に戻すためには奴らにナオミを委ねるしかないということだ。何が起きたかも分かっていないのに、あなたの話を信じろと？何が起きたか分からないのに俺の話を疑うか。だがここでナオミを取り戻しても怪異として殺されるだけだということぐらい貴様にも分かるだろう。姉をあんな得体の知れない連中に預けて本当に大丈夫なの？あれは国防軍のセイラン駐留部隊だ。奴らはナオミを殺しはしない。それは保証する。だがなぜ殺さないのかについては今は聞くな。そしてナオミが怪異化したこの一連の事件を海抜軍の上層部に報告するのはやめろ。決して誰にも口外するな。でないとナオミだけでなく貴様の存在も保証できなくなる。私を殺すということ？お前を殺しはしないだろうさ。奴らはな、迎えが来たようだ。せいぜいよく考えて行動するんだな。ニューヒムカの連中を信用するな。足元を救われるぞ。そうそう、この先でシデンが救援信号を出している。助けてやるといい。カレン連隊長？ユイトに幻魔か。そこのジャジャ馬のことは任せたぞ。俺は部隊を立て直すために前線へ戻る。了解。カサネ、ナオミは？あなたたちは全てを見たんだから話しても構わないわね。セイランの駐留軍に連れて行かれたわ。さっきの車もセイラン駐留軍のものだったのか？ええ。何かがおかしいぞ。今回のことを吹雪連隊長に報告したら口外しないように言われた。重ねにも口止めしろって。カレン連隊長も同じことを言っていたわ。なぜ口止めするの？海抜軍は何かを隠しているってこと？わからない。それが俺たちを守ることになるって吹雪連隊長は言ってたけど。それからこれを見てくれ。これもセイラン駐留軍が落としたものみたいなんだ。これ子供の頃家で見たことがあるわ。吹雪連隊長の話だと一時的に超能力を高める強化剤だって。回収されそうになったけど日本だけ手元に残しておいた。いい判断だわ。それにしてもどうしてそんなものが家にあったのかしら。ランドール家は兵器の開発が中心で製薬関係はスプリング製薬と提携を結んでいるぐらいのはずだけど。このアンプルのことも機密事項として口止めされた。海抜軍の上はこのアンプルのことを知っているみたいだ。スプリング製薬というのは吹雪連隊長の実家だったな。連隊長はその関係で知っていたのかもしれないが。ニューヒムカを信用するな。え？それはどういう意味だ？カレンが言っていたの。私にも詳しいことはよくわからない。このアンプルが本当にセイランのものなら、ランドールやスプリングはセイラン氏と組んでいる。だから何だと言われても答えは出ないけれど、カレンたちの言う通り、今回のことはあまり口外せず私たちだけで探った方がいいのかもしれないわ。そのアンプル、かなり重要なもののようだ。他の人間に知られないように隠しておいた方がいいだろう。だったらバッキーちゃんの中にアンプルを隠しておくよ。え？裁縫が得意だとは思わなかったわ。子供の頃から自分のことは自分でやるように言われていたからね。はい、これ2つあるけど誰が持つ？俺はごめんコウムル、
お前たちで持っているといい。バッキーちゃん、お姉ちゃんだったらすごく喜んだだろうな。カサネ、ナオミのことごめん。あの怪異がナオミだってことは分かっていたけど、俺怖くて戦うしかないって。やめて。私はナオミを取り戻す。今後その邪魔さえしなければそれでいい。綺麗事かもしれないけど、俺だって助けられるなら助けたいと思うよ。綺麗事ね。でもありがとう。おお、つぐみちゃん、ナイスよ。みんな迎えに来てやったぜ。あれ、ナオミちゃんは一緒じゃねえの？どうしたの、ユイト？いや、後で話す。あの、ナギは？それに瀬戸隊長や花火も。ナギは前線本部で救護班に預けた。隊長も花火ちゃんもピンピンしてるぜ。お前らのことを心配してるから早くここを出ようよ。いえ、ユイトたちは先に脱出して、この先に試練がいるらしいの。拾って帰るわ。なら俺も一緒に行こう。この作戦が終わるまではこんな俺でも強化隊の隊長代理だからな。うん、わかった。気をつけて。やっと見つけたぞ、シデン。怪我はしていないようだな。当たり前だ。それに僕が迷子みたいな言い方をするな。似たようなものでしょ。貴様、さあもう帰りましょう。帰るのはいいが、ナオミはどうした？この辺りでナオミらしき反応があったが。ナオミなら戦死したわ。何？重ね、こう報告するしかないでしょ。そうだな。おい、本当に戦死したのか？その割にはこの冷血女が冷血すぎるぞ。嘘を言っても仕方ないでしょ。ナオミは死んだのよ。強化招待を預かっていたのは俺だ。俺が未熟であったばかりにナオミを死なせた。それは違う。あれは、とにかくそれは違う。いや、違わない。言葉で足りるとは思わないが、申し訳なかった。あら大変。お姉ちゃんを失ってさぞ悲しいでしょうね。こだま、何の用だ？負傷者の捜索か？何よ、裏切り者のクソ試練。私がそんな地味な仕事するわけないでしょ。そうね、まあ理由なんて何でもいいけど、とりあえず怪異にやられたってことにしようかしら。うん、それがいいわ。さーて、し、うん、て、舐めてたわ。案外やるじゃない。どういうつもりだ？何のためにこんな真似をする？まあこっちにもいろいろ事情があるのよ。さーて、それじゃあ小玉様、本気の第二ラウンド行っちゃおうかしら。そこまでだ。まだ今作戦は終了していない。勝手な行動は慎め、小玉。吹雪様。小玉、今回の件は僕が処理する。勝手なことはしなくていい。はーい、わかりました。ゲンマ、シデン、それに重ね、腹も立つだろうが、ここは僕の顔を立てて小玉を許してくれないか？別に構いません。特に腹も立てていませんから。重ねちゃんって優しい。吹雪連隊長の意を狩る女狐が。
ゲンマ、君もいいかな。承知しました。それじゃあ僕らは前線本部に戻る。君たちはいろいろと衝撃も大きかっただろうから、ここで離脱して休息を取るといい。さて引き上げるか。とはいえ周防に直接戻るには体力的にも厳しいな。アジトによるのか。ああ、おそらく強化隊長もそうしているはずだ。3人とも無事だったのね。よかった。今回は大変な作戦になったから。いえ、よかったとは言えないわね。吹雪連隊長から聞いたわ。ナオミが亡くなったって。はい。くそ、怪異のやつ。カサネ、ごめんなさい。これは私たち上官の失態だわ。あんなにいい子が犠牲になったなんて。いえ、姉も海抜軍の一員として働いた結果ですから。ナオミお姉ちゃんは生きてる。カレンの言葉を信じるなら、カレンが何を考えているのかわからない。でも今はあいつにお姉ちゃんを託すしかない。待っていて、お姉ちゃん。私必ずお姉ちゃんに会いに行くわ。